ゆっくり紅白です。今回も非連武士を紹介します。非連は、海軍飛行予科練習生を卒業して、偵察と操縦のいずれかに進んだ際に受ける課程のことです。ここでは、飛行機乗りになるための実践的な教育を受けるので、朝から晩までとても厳しい指導が行われていました。時にハバッターという尻叩きに加えて、飛行訓練の際に教官から怒鳴られるということが毎日ありました。そんな大変な毎日を送る辛さや、苦手なことなどを歌にしたのがこの歌になります。非連武士が歌われ始めたのは、大東亜戦争が始まってからのことで、低蓄レコードから発売されたパイロット校歌の旋律が利用されています。では、お聴きください。飯の盛り方抑えが足りぬ今朝のミール